皆さんこんにちは。こんにちは。サッカー JFL 所属の三尾琵琶湖シガがチーム名を変更したよ。どんなチーム名になったのかしら。ベイラックシガだって。全く違うチーム名になったのね。じゃあこのエンブレムも変わるのかしら。その通りなのだ。で、今日の話はこちら。爆誕ベイラックシガなのだ。思いっきり変えてきたわね。どことなく RTA ジャパンっぽさを感じるわ。チーム名のレイラックは造語だね。レイはスペイン語で王様、ラックはフランス語で湖だって。スペインやフランスは100年以上サッカーの歴史がある大国だから使ったみたいだよ。サッカー発祥ってイングランドでしょう。英語でよかったんじゃない。これは僕の予想なんだけど、筆頭株主になったレイビューティー皮膚科クリニックが今年から経営にも参加するらしいから、レイ、ラックって裏設定があるんじゃないかな。ちょっと深読みしすぎじゃない。シガにはバスケットのシガレイクスがあるから英語は避けたのかもね。王様って意味で王冠があって R の中に琵琶湖を入れたのね。でも王冠の中に馬がいるのはなんでかしら。競馬のトレーニング施設が滋賀県栗東市にあるから、それにちなんだんだと思うよ。躍動感とか説明してたけどね。チームカラーは琵琶湖をイメージする水色と、東近江市の市の花である紫から来てるらしいよ。紫って花があるの？知らなかったわ。これが紫って植物で白色の花を咲かせるんだって。布を染色するときに根っこが紫色の原料として使われたらしいよ。へえ、面白いわね。ちょっと待って、これだと滋賀県じゃなく東近江市のチームじゃない。その通りなのだ。実質東近江市のチームなのだ。これがホームページに掲載されている会社概要なんだけど、滋賀県草津市東近江市って書いてあるのだ。本当だ。主要活動の場があって県全体にアピールしたいときは〇〇市を中心とした何々県全体がホームタウンとか書くんだけど、そうは書かれていないのだ。新体制記者会見は今日行われたんだけど、会場は東近江市役所、東近江市長が出席、前社長である会長と親交が深いみたいで、ホームスタジアムの布引き競技場を J3 基準にする、あとは議会次第だって言ってたよ。他の自治体の参加者はいなかったの？会見の模様は YouTube でライブ配信されてたんだけど、確かいなかったよ。これチーム名変える必要あったのかしら。新社長に就任したのはクリニックで広報担当してた方で、まずは大きな花火を上げて注目してもらおうと考えたんだと思うよ。ここまでガラッと変えるのは大きな変化だものね。でもこれは社長じゃなく会長が口にしてたんだよね。質疑応答の時間でミオという名前は浸透していたのに、一新したのはなぜかと聞かれ、会長がこの 2,3 年もう一つ上に行くにはどうしたらいいかって話が上がっていて、名前や色を変えリブランディングすることにした。そのおかげで今までにないくらい報道陣が来てくれたって喜んでたよ。リブランディングって？企業や商品のブランドイメージを再構築、新しくするって感じだね。ガンバ大阪がエンブレムやキャラクターを変更したのもそれだね。でも新社長はそのことには触れてなくて、滋賀県のために何ができるか何をするかを話してたの。滋賀県のイメージを持たせたかったと思うんだけど、会長が東近江市のイメージを強くしちゃったね。イメージ戦略の共通認識が不足してるのかしら。ホームタウンを全県に広げたい新社長と東近江市派の会長って感じがしたね。でもさ、今まで応援してきたサポーターについてほとんど触れていなかったのは気の毒だなって思ったよ。他に大きな発表はなかったの？3年で J リーグ入りを目指すって言ってたよ。選手の人数は約30名を予定、残った選手が16から17名、新加入選手は現在11名だけどまだ増える予定。今年はこの力を上げていくのが狙いで、過去最高の補強ができた、うまくいけば上位に絡めるって言ってたよ。去年は最下位だったけど躍進なるかしら。ホーム開幕戦はテレビ放送を予定していて、今後は YouTube や SNS を活用していくって言ってたよ。この辺りは新社長の得意分野かしら。新社長、クリニックを辞めてレイラックの社長になったらしいよ。出向って形じゃないの？中途半端な覚悟では一丸となってやっていけないと感じて辞めたらしいよ。新社長思い切ったわね。前からミオの中にいたらしいけど、思うところがあったんじゃないかな。じゃあ最後に岐阜県ニュースなのだ。たるみ鉄道あゆ型つり革キーホルダー販売、観光列車の人気つり革とどこでも一緒に。へえ、なかなかいいじゃない。企画した沢田萌さんは、鉄道好きな子供のお母さんが身につけても違和感がないようにしたんだって。これ男性だと原寸サイズのつり革で販売しそうよね。それはそれでロマンがあるけどね。
それでは皆さん、ごきげんよう。